皆さん、おはようございます。2024年、令和6年6月12日、水曜日、朝の5時20分を回りました。今日はですね、7時台から佐賀県の10市の市長さんとの懇談、県選出の国会議員との懇談が入っています。したがって、1個あたりすごく短くなりますが、皆さんと問題意識を共有したいと思います。また本当、竜を集めろということで、すごい勢いでたくさんの人たちがご協力くださって、情報もですね、いろんな情報を集めていただいてありがとうございます。今日2番目の話はですね、昨日も東京との話をしたんですけど、ちょっと東京都は福までどうなってんのかっていうのをこう久々に見てきてると、ちょっとなんかやばくないかって、さえ思うんですね。で、昨日は、これ、都議会って一体どうなってんだと思うんですが、まあ、これもドラに聞いてみたいと思うんですが、小池百合子知事にですね、答弁拒否が多すぎることを質問した議員が退席されると、まあ、東京、福間伝東京都議会ってこれ、ポッピンココさん、ありがとうございます。元ダンサー、キレッキレ。この方がですね、これマジかと、もろ言論統制だし、何もおかしいこと言ってないだろうと。昨日ドラが言ってましたね、ドラさんが。質問に答えないんだと。で、ニコニコしてるだけだと。で、そんなことが議会で許されるのかなと、思って、で、これマジですか？もろ言論統制だし、何かおかしいこと言ってないだろうと。しかもこの独裁の、ここからは読みません。緑のなんとかって書いてあるんだけど、ふてぶてしい、にやけ顔がムカつくようなって。まあ、昨日ね、記者会見があって、そのこともドラさんに聞いてみたいと思うんですけど、いやー、カイロ大学卒業の肩書きで都知事に立候補したら、どうのこうのって書いてあるわけですけど、これ一体何なんだと、この議員さん、名前なんていうのかな。いや、それでみんながどーっと立って、つまり、自己ファーストが多いんですよね。退席してくださいって、来年ね、都議会議員選挙あるわけですね。で、僕は東京都に、一票もあれがないんで、一票というか一人一票なんで、ちょっと音はやめとこう。あれ？これ何なんですかね？ドラさんおはようございます。おはようございます。これフェイク動画かな？本物？どれがですか？東京都議会で、答弁拒否が多すぎることを質問した議員が退席させられるっていうやつ。一番、都議会で見てれば一番有名なのが、上田玲子さんっていう元ファーストの、都民ファーストの都議さんがいて、上田玲子さん、はい。はい、今は無所属で、一人で会派でやられてるんですが、おお。今日、上田玲子さんは、不信任案を出します。ええー、すげえ。一人でも出されるので、都議会の場合は、小池さんの不信任ですね。ところが、立憲も今日出したことないですよ。立憲も出したことないの？なんで？解散されるのが怖かったんでしょうね、これまでは。ああ、それも。で、要するに選挙をやると、ファーストとかが勝っちゃって、自民、ファースト、公明っていう、三派連合で実質もう3分の2にいっちゃってますから、そういう体制なんですよ。あ、上田だ玲から子さ何ん、でもできちゃう。相互にフォローしてる、自由を守る会代表、東京の地域政党。わ、すごい、なんか、オネエと呼ばれるように、自由と正義を愛する、花のお江戸のリバタリアン、太陽光パネル義務化。音汚い。
さんなんかももともとファーストだったのに、小池さんに切られて、今は維新ですよね。まあ、そういう人が多いわけですよ、結局。あ、切られるわけで、ね。切られると、結局小池さん対立していって、でも一人で戦うしかないみたいな状況になってってる人が多いわけです。今リポストした上田玲子さん、この方だな。一番典型的に今戦ってるのは上田竜です。す共ごい産党以ね。上に戦ってる。っていうか、もともとファーストで一緒だったわけね。そうですよ。ファーストで当選したんだけど、小池さんとぶつかって切られて、で、今は不信任案を率先して出すぐらいには戦ってるすわごけいですね。ね。根性あるね。昨日も、その聴導員さんの記者会見に、上田玲子さんいました。質問してました。聴導員さんってあの人でしょ？松村大吾松浦さんでしょ？うわぁ。聴導員さん。若い頃、まだ、1996年、平成8年に初当選なんですけど、僕は。その時に、まだ自民党と僕らがこんなに離れてなかった頃、勉強会に呼ばれてたんですよ、九州の聴導員さんに。でも、なんか、中国のうなぎのどうのこうのとかあって、上田清さんが追求してたのを記憶してる、その聴導員さんっていうか、松浦さん。ね。人間話を一生懸命やると思ってたんですけど。それを言っていいんか。昨日の記者会見どうだったですか？昨日の記者会見はもう独壇場でしたけど、要するにもう小池ファミリーを支えてた人なので、カイロ時代に。松浦さおん金もが？知ってるわけですよ。お金を2億円かな、なんか出して、支えたんだということを昨日正直に明らかにされ、で、小池さんがこっちに、来てお金を無心して、そういう、2年次で、中退したんだ。で、3年目は、岡本さんっていう空手家の人と、一緒に空手雑誌を作るっていうんで、400万円そのために出してあげたんだと。みたいなことは全部昨日話してたんですね。で、卒業は絶対にしてないと。2年で退学するっていう話をお父さんの裕次郎さんと私でやって、まあそういうふうにしたんだと。今、記者会見の模様が YouTube になってるから、一応 X に上げといた資料として。それはもう、一番、その生活も含め、カイロ時代を支えた人ですから、一番よく分かってるんあ、松浦さんが。ですね。彼が言うには、とにかく2年で中退だと。そのことをちゃんと言えと、もし出るんだったら、そこをごまかすなと。そうだね。いうのを昨日記者会見で言われてすます。ごいね。俺、松浦さん、誰から紹介されたかな。多分ね、末次一郎先生の関係の、まあ、ウガだよね。すごいね。ウハ。ね。で、人を育てる人がいるから会ってみろっていうんで会って、それで勉強会、まともな地域試験の勉強会だったんだよね。だけど、なんか、うなぎのどうのこうのっていうんで、これだ、松浦さん、どんな姿になってんだ。帽子かぶってる。ここにあなたもいたわけ。ああ、中継で見てた。ああ、そうだね。今、それができるんだ。ほど。はあ、そうなんですか。いや、これでもまだ出馬表明なさってないでしょ？今日ですね。今日ね。ああ、してもないのに自民党が推薦決めるとかも変じゃん。いや、推薦はしません。しない。なんで？推薦せずに、確認団体を設立して、それでやるっていう方式ですね。はあ、またややこしいことするな。へえ。この前、共産党が宇都宮さんをやるときにやったやつで、その時は自民党は共産党隠しだって言って騒いでたんですけど、出た、今度は騒いでた。自民党隠しでやられる。
自分らが4年前に言ってたことを自分らがやるんだ。さすがだな。教団と隠してなとか言って言って騒いでたた。んだけど、言ってた、言ってた。しれっと自民党隠しを確認団体方式でやると俺、4年で、前、宇都宮さんの事務所で、応援に行ったんだよ。すごいあったかい事務所で、確かに共産党の方もいたけど、そうじゃない方もいて、確認団体でやってましたから。そうだね。あれを共産党だっていうのはちょっとひどいよね。そのネガティブな意味で言ってんだろうけどね。ありがとうございます。じゃあちょっとカズさんに、カズさん、山から降りてこられて、昨日、カズさんに、九州のすごい方で会いたいっていう方がおられて、その人、今日たまたまバスケットつながる、バスケットの、まあ、有名な方なんです。カズさん、おはようございます。いや、昨日山に行ってこられて。ハ ルさん、すごい。だって、先週は松山だったじゃないですか、ちょいワル先生と。松山、岸和田、岸レオ和さ田ん。ね。それで、東京戻ってこられて、いや、東京戻ってきて、岸和田行って、そして、また東京戻ってきて、山でしょ。すごいね。山最高ですよ。三浦半島ね、低いんですけど、めちゃあくちゃもうアップダウン激しくて険しいんですよ、結構。あ、三浦半島ね。そう。で、三浦アルプスって呼ばれてる、東京湾から相模湾までずっと横断する、ええ。アルプスに形が似た、もう低い山が連なってるところがあるんわですかけりまど。す。俺ら、辻堂から出て100キロ行軍っていうんで、三浦半島一周するんですよ。一晩で。ちっちゃい半島なんだけどね、結構ハードで。ハード、ハード。ふくらはぎイエー。今日筋肉痛も5時間ずっと山登りして、うわー、でもそれいいが。なー。でも山ってなんかいろんなものを浄化してくれるじゃないですか。そうそう。で、あれですよ、東京湾から相模湾に行くのって、うん。太陽の方向に向かって歩くんで、もうまさそう。に光の差すとこへ。そうなんですよ。最高ですよ。光をさす。俺らも夜中の12時に茅ヶ崎出てずっとあれするんだけど、光の差す方向に向かうんですよ。いやー、いいですよね。あれでも、僕らも、落語するのが結構、整形塾ってもう、体力勝負で、体力テストだけで受かってるようなのも少なくない。もう俺もその中に一人。そうなんです。もう完璧に大会、一次試験から三次試験まで全部体力テスト、スポーツテスト。もう、俺それプログラム見た時絶対勝つと思ったもん。いや、で、昨日ね、バスケット界の大御所の方で、九州のお住まいの方がですね、カズさんに会わせてくれと。来週ね、東京に来るから、火曜から何曜日までっておるっておっしゃったかな。その中で必ずカズさんに会いたい。あ、お願いします。すごい、すごい、すごい人なんですよ。その人、桜木花道さんが、お父さん、おじいちゃんになったみたいな人なんですよ。スケジュールをメッセンジャーに入れていやー、これ、東京都もやばいじゃないですか、これね、今ね。やばい。やばい。いや、本当やばい。なんかね、変うん。な話、橋さん立候補してるとか言われるんですよ。ああ、この間近い。ね、誰か来たな、立候補してくれって、誰だ、ああ、そうだ、そうだ、有名な人だった。俺、ちょっと別のとこ目指してますから。すいませんって断りました。やばいですね、これ。でも、質問しても答えない、笑ってごまかせるって、そういうの。どこの、それ、首都ですからね、東京ね。いや、もともとね、これ、小池さんって日本新党だから、どっちかというと、こっち側、新進党でも。こっち側だったんですよね。で、福間田をこうやっつけるっていうことで、都知事になられたと思うけど、ただ自民党とね、そう、戦ってたんですよね。ところが今は、自民党ストレスに応援されて、さっきひどいことを言う人がいない、緑のタヌキの福間田って、タヌキの福間田の方がよっぽど怖いって今、メッセージ。いや、福間田になっちゃってますね。昨日ね、ドラと一緒に予算をね、見たけど、予算の見方がむちゃくちゃ、ホームページで探しにくくてですね。
16兆もある国って、ちょっと言うとスウェーデンよりでかいんですよ。国より、スウェーデンの国よりね、もね。スウェーデンの国家予算より。でもスウェーデンって、軍事もその中でや、あれ、スウェーデンって結構な軍事国家っていうか、安全保障の強い国ですもんね。で、しかもスウェーデンは、日本で言うと地方交付税みたいなのも、地方の補助金も渡してるから、それからするとね、加藤さん、16兆っていうお金で、東京都民ってこれでいいんかなって、もちろん地価が高かったりとかいうのもあるけど、16兆何に使ってんだって思うんですよね。使いようがあるだろうということいをやー、感じますけど。これね、16兆のあれがあれば、特別会計がでかいんですよ。一般会計が8兆ぐらいだったかな。で、同じぐらい特別会計持ってて、34ぐらいだったかな。あんですよ。だから国と同じ形をしてんじゃないかな。ちょっと調べてみよう。逆には相当いろんなことできるっていいうや、こいろんなことできますよ。むちゃくちゃ豊かですからね。だけど、道は狭いし、消防は足りないし、よく救急車が来なきゃいけないところに、消防自動車が来てることがあるんですよ。それ赤白連携って言って、白が足りないから、赤、消防自動車が代わりに行くっていう。俺らの時もすっごい苦労したんですよ。でも、こんだけ金持ってんだったら、もっとでき、ね、東京消防庁ってむちゃくちゃ優秀なんですよ。うん、だけど、ね、消防自動車、救急車が足りないとかね、そういうの、ありえないことだと思うんですよね、こんだけ豊かなね。そうですね。うん。いや、カズさん、ぜひ、この、木曜何やってるの？火曜がいいっつって、バスケの、す来週ですか？え？来週、来週。すごい方ですよ。ええ。時間送りますよ。むちゃくちゃ有名な方で。NBA とかのあれもやっておられた方です。すごいええ。な。その時はカズさん、コンプラスサイダーも数々あるよ。一緒に、その数よろしくお願いし々、ます。歌唱、桜木花道さん それの。でも15万回行ってますからね、それで。ねえ、数々対談すごい。まだ3つぐらい配信してないのがあるんですけど。れですよ。配信しちゃってください。あ、配信していいですか。ええ。わかりました。もうむちゃくちゃな。で、僕の声が明るいらしくてですね、やっぱりね、カズさんと話すとね、ありがとうございます。じゃあ、ちょっとドラさんに戻して、カズさんありがとうございます。今度ね、来週また数々対談。ドラさん。あ、また落とされてる。これね、邪魔してんのがいて、ドラが共同ホストから外されることは大丈夫ですか？おはようおはようございございます。やられてるね。下にどんどん入ってくるんですよ。うん、いや。それを片っ端から整理しないと。朝早くからご苦労残ったな、本当に。本当そうなんですよ。これ、緑のタヌキの福間伝ってさっきひどいこと言ってる人がいたけど、これ本当に福間伝化してんか？もともと含まれんっていうことを批判してそこの主になったら、単に含まれんの主になったとかありました。それ。福間伝を変えなきゃいけなかったでしょ。変えるって言ったんだけど、うん。自分のその下の都民ファーストすらまとめられず、さっき言ったように、まともな人を放り出しちゃって、そうでない、言うことを聞く人だけ残しちゃったんで、数が減って、結局、変えられなかったんですね。で、自公の利権を結局守る方にやって、自分の保身に走っちゃったために、もう、貯金がいっぱいあったはずの東京都の財政もガタガタですし。いや、そうだよね。俺、相互フォローしてたけど、フォロー外されてるかな。あ、
外されてる。昨日からやってるから。一昨日までフォローされてたけど、外されてる。そうなんだ。で、やばいよね、これ、基金なくなっていくと。そうですね。もうとてもまずいことになってます。9345億ぐらいあった、ドケトの財政基金が今21億とかですから、どこ行ったのっていうぐらいになっ何ちゃっにてま使えすばそうなるのかな。よね。いや、わかんないですけど、細かくは見てないんですけど、それって当然、都議会で議事録があるでしょ。都議会議員がいるわけだから。いや、しかもね、僕は思ったの、あなた、これ見てない？要するに、答弁拒否が多い、76%だって言って、退席させられてるって。これ一部の切り取りだろう。他にもなんか変なことしたから、この方は外に出されたんだかなと思ったけど、そういじや、ゃない違いみまたい。す。違う。会派からも出されてま会派からも。すので、だから都民ファーストあったわけですよ、もともと上田さんも。それをもう会派から放逐されて、今は無所属でやられてるっていそれは上田さんでしょ？この関口さう。んという方は？関口さんは、そうですね、もう、自由でしたっけ？おう東京の自由を守っおう。おう。たっていそっちなんですが、まあ、その辺の人たちが組んでくれた方がありがたいんですけど、なかなかまだそういうところまで行ってないですね。おう。ああ。この上田玲子さんの。自由を守る会っていうのね。ああ、なるほどね。それ、なかなか野党会派がバラバラで、数も少ないもんですから、もういいようにやられてる。しかし、来年あるわけじゃないですか。自民党、公明党、ファーストの会は。こういうことする人たちは、やっぱ、受かっていいのかなって思うよね。まあ、そういう感じになっちゃってますよね。だんだん東京都民も気がつき始めて、この間の15区の補選で、ああ。乙武さんが5位っていうことですし、そうだね。いや、ちょっとやばくない？これ。いや、東京まずいですよ、本当に。なんかね、東京っていうと、全自治体の中でも一番なんかこう進んでるところ、お金持ちのところって普通思うよね。むちゃくちゃ遅れてんじゃん。もう私の家のすぐ前のところに今工事現場があるんですけど、あこう6年やってるんですよ、工事。あ。単に、山手線に橋をかけるだけの工事を6年やってるんですよ。で、それをさらに1年延長したんですよ。7年かけるんですよ。さあ、中国から置いてけぼりされるわな、それやってたらな。何やってるのかなと見ると、警備会社がずっと警備してるだけなんですよ、工事現場を。ああ、それでも、で、会社が某 N 警備っていうところで、そこは例のレボさんこと、粟田新さんが昔働いてたところで、が会計なんですね。で、そこがずっとなんか工事の警備だけやってるっていう不思議な現場で、まあ要するに学会利権なんですよ。まあでもその学会も今日藤原直哉先生がおっしゃってたけど、粟田さんのような方が出て、やっぱりその学会全力応援っていうのが自民党候補にもなくなったから、こんなに負けてんだってね、いうことをおっしゃってたけど、粟田さんってすごい方だな。この間夜やったらポストに出てきてくださったんだよね。ああ、そうですか。ありがとうございました。じゃあ、これで、おっと、まずい、もう45分ですね。ちょっと次の課題に行きます。では、ごきげんよう。ドラさん、カズさん、ドラさん、ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。これ、田中先生、上がってきてほしいと思ってるんだけど、ちょっと次ので、では。
ごきげんよう。ありがとうございました。いやー、フォロー外されてたわ。